ともっと京都を好きになる楽を旅する楽旅。はい、皆さんこんにちは、楽旅若村です。さあ本日は1月の6日木曜日です。午後の3時になりました。さあ本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版、今日ちょっと旅へ、本日もスタートしたいと思います。拍手。さあ今日はですね、全国的に気温がぐっと下がっています。京都も今日最低気温がちょうど0度1度ぐらいで、ただお昼間最高気温は7度8度ぐらいということです。まあ本来でしたらこれ寒いんですけど、今日関東東京では最高気温が2度ぐらい、東京都心で今日最低気温がマイナスになるという、なんかね、昨日のお天気予報を見ますと東京は今日マイナス5度ということは、どうですか、関東にお住まいの皆さん、今日朝起きたらバケツとか水道管が破裂していたと言えないですかね。結構京都で何年か前に氷点下にまで下がった時に、なかなかその寒さに慣れていない町でしたので、京都も水道管が破裂をしたり、あの地中に配管が埋まっているのはいいんですが、こうお庭に水やるために配管が外に出ているところでやっぱり氷は膨張しますから、配管が破裂して水漏れがあったという、まあ、そんな、ね、ニュースがかなり流れましたけれども、今日は、ね、全国的にこの冬一番の寒さになっています。漏れなく、ね、この楽旅京町屋も締め切ってはいるんですけれども、外の風が漏れなく入ってきます。このコロナ時代最適のオフィスなんです。自動換気今もね、結構風が流れてる感じがします。まあ、こんな寒い京都からなんですけれども、今日はですねゲストをお迎えしまして、さあ皆さん、いろんな話題を今日もですねお届けしていきたいと思います。さあ今日ですね、ご登場いただきますのは、もう私がね、どうでしょうか、会社を立ち上げてからずっとお付き合いをさせていただいております、旅行会社のクラブツーリズム様からゲストをお呼びしておりまして、クラブツーリズムパスという今サブスクで人気のさまざまな旅行コンテンツが月額定額で楽しめるというサービスが始まっています。そのクラブツーリズムパス、これを今一緒に京都から魅力を発信しようということで、京都で一緒に今動いてるんです。京都の旅のデザインセンターから今日は北さんにお越しをいただきましたので、いろいろですね、このクラブツーリズムパスについて、またはクラブツーリズムについてもですね、もう私も16年来お付き合いをさせていただいてますから、いろいろと一緒にいろんな企画をしていますけども、新しい企画が始まりましたので、今日はですねそのあたりをたっぷりとお伺いしたいと思います。それでは北さん、お願いします。拍手。こんにちは、お邪魔します。はい、どうぞ、ありがとうございます。もう改まってお会いするとなんか、そうですね、言葉ゆい感じしますよ ね、 ですね。なんかもう去年はもうみっちりお仕事させていただいて、去年のあれ何月ぐらいからでしたかね、夏のぐらいからでした ね、 ね。でこのサブスクのサービスが始まるということで、はい、京都のいろんな世界遺産の映像を撮りに行こうということでね、はい、で去年の春ぐらいにちょっと計画を立ち上げ て、はい、でどのお寺に行こうかとか、はい、で台本作りをして、そうです、そうです、で何よりも朝が早いあの収録がね、はい、もう今すでにこの後で詳しくご説明しますけどもね、このパスの中にいろんな京都の世界遺産の動画が入ってるんですが、はいはい、1日3カ所ぐらい収録に行きましたんでねすごいですね。まあこれは大人の事情もありますので、はい、まあでもね、朝一番、あれ何時ぐらいかな、6時とかね、6時に集合して、はい、朝一番平等院に行ったりしましたね。しましたね、天龍寺さんとかでもあれはあれでね、はい、なんか朝一番私たち普段そんな時間帯にお寺さんに入ることができませんから、はい、なんかすごい清々しくて、
でも夏でしたからセミの鳴き声がすごくなかったですか。いや、あのあれなんですよね、朝一は泣いてなくって、ある時間から突然泣き始めるそうそうそう。ありましたね。ね、あのセミもやっぱり朝早い時間は寝てるんでしょう ね、 びっくりしちゃった。なんか突然、ね、あ、おっていう感じ。そうですよね、あれ収録してて途中でなんかワンワン泣き始めて、あれっていう、朝は静かだったのにっていう。ありましたよね。ありましたね、そんなんも。ということで夏ぐらいからね、北さんと一緒にね、いろんなお寺神社のね、はい、収録をさせていただきましたが、まずはあのクラブツーリズムという、はい、まあ、旅行会社なんですが、はい、そうですね、あのすいません、改めましてあのクラブツーリズムから参りました北と申します。どうぞよろしくお願いします。本当にあの楽旅さんにはね、もうずーっとお世話になってまして、そう16年来、もう本当にね、私たちがまだ株式会社になる前から、はい、そうですね、一緒に何か京都の魅力を発信しましょうとお声掛けいただいて、いろんなツアーにご協力いただきまして、どこの馬の骨かわからないのによくねクラブツーリズムさん声かけたなと私思うんですよ。そうですそうそうそう、本当にね、まあ、ちゃんとした会社ならね、なんかこうタグを組みましょうってあるんですけど、まだ私たちも会社勤めをしてましたし、あ、そうなんですね。そう、まだ副業的な感じで、サラリーマンをしながら、はいはい、土曜日曜で京都の魅力を発信し始めて、任意、はいはい、団体で楽旅を作ってて、土曜日曜に平日は仕事があるので、はいはいはい、土曜日曜に実は京都の歩く散策をしたり、はいはい、京都検定がちょうど出てきたので、あの講座の対策講座をしようとかを始めた頃に、はいはい、ちょうどね東京の、はい、販売促進部の方からお電話いただいたの最初。そうなんです、ね、そのね部長さんが実は同じ大学立命館の先輩だったので、なるほどなるほど、多分私のブログのね、はいはいはい、プロフィールなんかを見てね、あ、後輩だと。どこから声がかかるかわからないもんですね。で結構ディープな京都のブログを書いてたので、そこでお声掛けがあって、何月何日にちょっと京都駅で打ち合わせしませんかと言われましてね、もう完全にその部長さんはね、私たちが会社を立ち上げてると思ってるから平日を指定してくるんですよ。いやいやいや、私たちまだ働いてますからと。いや、ちょっと本業がそうそうそう言うんで、土曜日曜の確かね週末に今のグランビア駅の2階の喫茶店でお会いしたのがね最初なんじゃないかと。そうなんですね。いや、はい、その頃は私はちょっとよそにいましたけど。そうですか。そんなことが繰り広げられたんですね。そんなご縁で実は16年前に。いや、そうですか。で、クラツーさんと何かこうやるときにはね、はい、あの私たちも法人格がいると、あ、一応の株式会社みたいなちゃんとしたやつじゃないと契約ができへんとなりましてね、はいはい、趣味の個人ではいけない、そうそう、趣味の個人との契約ではダメだということになったなるほど、なるほど、あ、じゃあ株式にしなければということで実は株式会社にした、はいはい、そんな創立にちょっと本当にそうなんですよ、そうそう、もしあれなければ2位団体でずっと言ってたかも。いや、そんな歴史があったとは知らなかったです。で、ずっと16年ね、はい、今西新宿の東京での公演を、はいはい、今週末も土曜日行かせていただきますけども、そうなんですね、まあ、こういう講座をずっとしながら京都の魅力をね一緒にまあ発信させていただいているということなんですが、です、ね、はい、え、北さんは元からずっとクラブツーリズムの中ではこの京都専門で、いや、それがね、うん、あの全然畑違いのことをして、違うところから、はい、私ずっと実は海外旅行に行ってまして、はい、日本から海外を見に行く方の、そうです、そうです、なので本当長くやってたのが中国と、うん、あと秘境地域で、秘境ってどれぐらいの秘境ですか、そうです、北極から南極まで、いや本当に本当に南極も、はい、北極点に行こうツアーもやったし、南極点に行こうツアーもやったし、ちょっとその話で多分1時間そうです、いや本当南米とかアフリカとか中近東とか、ありとあらゆるいろいろやってきました。アグレッシブなんですね。そうです、なんか全然京都とかいや、でも京都生まれ、京都、出身は京都なんです、ね、出身は京都なんですけど、まあいろいろあってずっと海外の仕事をやってたんです。海外という、私たち海外というとパリとか、そうそう、ヨーロッパ、ローマとか、そういうの綺麗なとこ行ったことないんですよ。私モンゴルは2回行ったことあるんですけどイタリア行ったことないっていう、すごい海外専門で、そうなんです、モンゴルは行ってもパリ、イタリア行ってないっていうね、ちょっと偏った海外旅行歴があって、マダガスカルも行ったし、ケニアも行ったし、イランも行ったし、変なとこ行ったら怒られますけど、そういうとこ行ってるんですけど、こうイタリアとか、こう綺麗なところに行って、綺麗なところというか、あれやね、やっぱりこの人間力があるからあれじゃないですか。
北さんならいけるだろうと。いや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 、北極から赤道直下まで。はい、マチュピチュ行ったりとかですね。山の上から海の上まで。いろいろ行ってましたけど、そんなこんながありまして、皆さんご存知の通り、あのコロナがですね。あ、なるほど。はい、ありま影響しまして。あの外務省が行くなと。海外には行くなと、はい。外務省に言われるとちょっと私仕事上がったり、ね。そうですよね。そうなんです。で一応あれか、北極も海外になるんですね。海外、日本から出ると海外。もう海外ですね。私たちの海外のイメージはフランスか、フランスとかイタリアとか、ね、イタリアです、はい、そう、そういうヨーロッパではなく、まあ、いろんなところ全部日本から一歩出れば海外、海外ですね。南極たまにいるんですよ。南極はどこの国でもないのになんでパスポートがいるんやってお客さんいるんですけど、うん、日本出るのにパスポートいりますからね。あ、そっか、向こう入るときは押すのはないんですか、はい、ないですね。ただ日本から南極に直行便ないですからね。あ、そっか、どっかの国経由して、例えばアルゼンチンから行くとか、まあよくあるパターンなんですけど、はいはい、とかね、どっかの国を経由してから直行便で行けないから、そらパスポートいりますよ ね。あ、そうか、直行はないんですね。ある、ないですね。ないでしょうね、聞いたことがないですね。日本から直行南極便って聞いたことないです、ね。ちなみに、ちょっともうこの話で長くなったあれですけど、南極にはどうアプローチするんですか、飛行機？いろいろありますけど、一般的なのはアルゼン、南米大陸ありますよね、はいはい、下の方、端っこのここにアルゼンチン、最南端の牛はやってましたって、はい、そこから船で行くっていうパターンが、船で空港ないんで。あ、空港はやっぱない。だって氷に閉ざされたところに着陸するのは雪原に乗れるのは特殊な飛行機でしょうね。そうですね、軍用みたいなやつとかね。滑走路を作れないじゃないですか、はいはいはい、だから一般的な曲船で行くのでと、まあ、南極に一番近い大陸がこう南米の一番端っこに、はい、まあ、そこから行くっていうのが一般的、一般的で、まあ、他にもいろんなルートあるし、それこそアスカとかで世界一周するとかやってると南極行く航路もあったりするから、いろいろありますけど、まあ、大体そので南極泊まれないので、あ、宿泊ができない、あると思います、南極泊まってる。昭和基地とかはダメなんですね。昭和基地一般人止めてくるので、ね、研究者しか無理ですね。のであ、そうですか。そうだから、船で行って、うん、船の中でお泊まりをしないと観光できないから、うんうん、一般的に船ですね。え、南極観光っていうのはもうただ雪を見る、氷の世界を降りて、スリアのガチの冬はちょっと危なくて行けないので、うんうん、南極の夏ですね。夏に行って。だから、ほら、南半球季節とかだから今自分が。今自分が。夏になるとちょっとこう地面も見えるんですよ、南極は。だから船がこう割とこう近くまで行けるので、わあ、上陸ができる。すごい。わあ、上陸なんですね、南極って。わあ、上陸ができるっていう。ま、そうでしょうね。まあ、そんな変な言うと怒られますけど、まあ、のやっていたところから、まあ、ある日突然、京都で。なんか、うちどこ？京都です。じゃあ京都でって、えっていう感じで、海賊が変わって。巡り巡ってぐるーっと京都に生まれ育ったのに、むちゃくちゃ遠回りをして、今最初、北極南極まで行って、ぐるーっと世界を一周して、また京都に戻ってきて、今地元の足元の仕事をしているという。すごい、人生ってどこでどう、また戻ってくるんです、やっぱり。ね、一周戻ってきたわ。ね、一周というか、本当は地球一周ですもんね。すごい回って回って巡って、京都に戻ってきたら意外と地元のことを知らなかったっていう。一緒にこれを始めたということでね。若原先生に教えていただきながら、いやそうです、一緒にこのね、はい、始めたっていうのがクラブツーリズムパスなんですね。皆さん多分クラブツーリズムをご存知かどうか関係、知ってる方は多分お家に旅の友っていう旅行雑誌が、雑誌が届きますね。届いてると思う、うん、旅友っていうのがね、ここちょっと 1,2 年ぐらいあんまりこう滞ってるんですけど、うん、まあ、うちは基本的にだからこう、まあ、雑誌、うちのなんか創業の時なんかから ね、こう旅の友って雑誌があって、うん、一時期はなんか電話帳ぐらい分厚い雑誌だったらしいです。今も結構薄くなりまして ね、こういろんな、こういうパンフレットがあってね。そうです、そうです。はい、で、まあ、やってたんですけれども、まあね、もうそろそろ紙の時代じゃなくって、ウェブの時代かなってことで、ウェブに、まあ、手を出してたんですけど、言うてもこう紙の愛用していただいてる愛読者の皆さんが結構いらっしゃったので、まあ、言うても私たち紙の媒体と、あと多分新聞広告もたまにね、ご覧いただいたと。結構ドーンとね。思うんですが、そういうのでやってたんですが、うん、まあ、そういうのが、まあ、いろいろコロナでできなくなって、そっか、もう、
ついにニッチもサッチもこれはもうウェブ本格的にやらなあかんでって、まあいろんな企業がそうなりましたね。なりました、ね、私たちもそうですよね。もう一気にオンラインをやりました。いろんな企業が、うん、これはもうウェブをやらなしゃあないわっていう、うん、やっとうちの上層部も本腰を入れまして始まったのがこのクラブとレッツのバスということでして、まあ何かと言いますと、まあ旅行のサブスクってまあ言うんですか、サブスクリプション今流行りですよ ね。お洋服も車もなんかいろいろね、こう定額月額払ってっていうのが、それがこういろいろ楽しめるっていうね。そうそうそう、いろいろ楽しめるっていうのが流行ってますから、まあ、旅行会社のサブスクリプションというか、はい、インターネットでスマートフォンとか、はいはい、あとタブレットなんかで見ることができる、はい、ということなんですよね。えっ、ー、とまあ何かっていうと、ここに4つこう、うん、うちのサブスクある特徴がありまして、はい、じゃん、この4つなんですけど、うん、まず1個ですね、旅の特殊放題ということで、何かと言いますと、はい、あれですね、一つがまず、特定のツアー、この会になると2000円引きとか3000円引きなるほど、お安くお得に行けますよとか、あとはですね、間際割りがありまして、はい、出発の1週間前ぐらいにとかに、まだちょっと、まあ、そう、まだ、来週ちょっと予定空いたな、あ、旅行行こうかなっていう、そんな間際のあなたに間際割りとかですね、そんな感じで、なかなかパンフレットでは間に合わない情報がリアルタイムにで行けるって、しかもちょっとお得に行けるとか、ね、うん、あとはあれですね、うちいろいろ結構こう人気のツアーが、まあ、あるんですよ、はい、イベントもののツアー、うん、花火のツアーだったりとか、うん、特別な列車に乗るツアーだったりとか、はい、でもう販売開始バババババ埋まりましたってなるような人気のツアーを先行販売とか、なるほど、一般の雑誌から申し込みの方よりも早く、はい、早くそうです、うん、で一般のウェブの販売よりも早くこのサイトだけで会員さんだけ見られるサイトで先に先行販売してみたいな感じで、やっぱ旅行会社のサブスクなんで、そうですね、旅がお得になるサブスクっていうのがまず一つ、ね、でもう一個ですね、次が見放題ということで、これはねうちも岡村さんに協力していただいてますけど、生配信はですね見放題ということで、私たちはね京都なので、はい、田村さんに10月の時代祭りの ね、そう平安神宮から時代祭り、ね、今年なかったんですけど、はい、って言って時代祭りのこう平安神宮からのこう生中継をしたりとか、秋の紅葉の生中継をしたりとかやってたんですよ、ね、高尾行った時のねこれパンフレットですよね、これ先日ね私のサイトでもご案内しましてねそうなんです、でこれ並んでる人とね、出会いナップがなんかあれ私も芸人枠でこれクラッツさんから声かけられてるんじゃないかというね、そうあれいやいや、でもあれですね、猫ひろしさんのマラソンの ね、の動画とかやつとかすごい面白かったんですよ、ね、で般若の金田さんとかね、うん、意外や意外結構歴史とか芸人さんね、歴史好きの人、お城好きの人、ね、結構いはるんですよ、ね、街道好きの方とか、うん、でそういうこうで鉄道好きの方とかね、でそういうこうこの間も鉄道部の配信をちょっと私たち見に行ってたんですけども、はいはい、某有名芸人さんがね、うん、こうバーッとうちのもう鉄道のボスみたいな人と繰り広げてる会話がマニアックすぎてもずっと分かんないですけどめちゃくちゃ楽しそうに話されてて、なんか暗号文みたいなね何ですかそれ、なんか どこがそのツボなのかさっぱり素人には分からないところを、でもなんかこう楽しそうに話してるわけですね、めちゃくちゃもう趣味の楽しそうな話してて、で聞く人にはものすごい面白いっていう、なるほど、こうライブ番組なんかを見放題というのが2つ目、はい、で、こっちですね、3つ目学び放題なんですが、ね、これが先ほど話題に出ました、ね、動画ですね、うん、なんで私たちは京都なので、その今世界遺産シリーズということで、ね、いろんなね世界遺産のお寺を若村さんに解説していただくということで、でもうこうツアーのようにね、岡村さんがこう画面にこう、ここがこうで、皆さんこうご案内しているように私もお話をしながらね、そうそう、右手にって言うとカメラがふーっと右手に行くんで、ね、こう自分があたかも右見てるみたいなね、そんな感じのこうなんかこうちょっとね、そうそうそう、皆さんがその世界に入り込むような感覚になってもらうような映像と ね、とか解説をしてます、そう、ちょっとこうお土産紹介したりとかしてね、楽しくやりましたね、なんか平等院さんの
あれ、何だっけ、雲中供養バス。そうですね。あれね、でちゃんとグッズの売り場のとこも行って、私こうやりましたよね。あ、これいいですねとかね。面白いんですよね、結構お寺さんのグッズとかね。結構オリジナルでね、ここでしか買えないっていうのが多いですから。そうそうそう、 NHK ではそういうの教えてくれないんで。ね、はい、若村さんならではということで、バッチリやりました。そんなお話とかもして、はい、そで、まあ京都はそんなんなんですけど、まあ他にも、例えば、ね、さっきの自転車の動画もありますし、歴史の動画もありますし、うん、マラソンとか、まあいろんな趣味の動画、ね、それこそ鉄道もね、本当よくわかんないところがありますけど、なんか行き先の表示幕をこう順番に回してどう、これがどうの、私もね何個か見ましたけどね、すごいですね。すごいですね。撮ってるアングルがね、これはもうここから撮るのがベストっていうところ選んだろんだろうなっていう映像ですね。そうなんですよ。電車がキャーッとこう走っていったりね。っていうこう、もうなかなかね、本当の社員なんですよ、作ってるの。頑張ってやってるんですね。私みたいな旅行会社の社員が個人の趣味でやのやっている。頑張ってね。頑張って。でいろんなこう趣味で、こういろんな動画が学び放題で上がっていると。学び放題でいろいろ見られる、ね。で、あともう一個最後、読み放題。これは雑誌の読み放題ですね。ね、まあ、雑誌のサブスクって、まあ、いろいろよくあるんですが、うんうん、うち旅行会社ですので、まあ、ガイドブックが。ね。ね、ガイドブックって毎年内容変わるんで、変わります。買うの大変なんですよね。ね、毎年ね、買って、洗いに新しいのになったらまた買わなければと思ってたところが、これは。そう、ちゃんと最新のが見られますし、ね、雑誌の紙面がそのままこう見れるようになってますもんね。そうそうそう。で、あとは雑誌以外にもその趣味の本があって、京都はリーフを。はい、出してます。出してね。リーフね、面白いですよね。結構こう、あ、こんなご飯屋さんみたいな、ね、結構カテゴリーを絞ってね、そうそうそう、こういう時に使うご飯屋さんとか、そうそうそう、特集が結構ありますので、町屋ご飯シリーズとかね、そうそう、あれ大人気、あれ面白かったです。私たちもあれを参考に結構行きましたね。いや、私も行きました、ね、ツアーでも使わせていただきました。だからね、このね、学び放題と読み放題、はい、読み放題の方はね、小文社のマップルが結構入ってるので、私たちの会社は実はマップル、フォトリップを結構制作して、はいはい、中身、そうですよね、実際うちで作ったものもあるんじゃないかなということでね。そうなんですね。そんなところでもつながって。そうなんです。なんで、そんなサブスクをやっておりまして、はい、そんなサブスク、それだけじゃなく、私たち旅行会社ですので、実際のツアーもそろそろもう、そうやね、行けるかな、コロナも落ち着いてきたしということで、ね、まあ、秋ぐらいからぼちぼち始めまして、去年とりあえず一番最初に始めたのが、まあ、平等院さんだったんですけど、ね、まあ、こちらもおかげさまで満席いただきまして、はい、やっぱりこうスマートフォンとかで皆さんに情報をお届けできますから、リアルタイムにね。そうなんですよ。で、ね、まあ現地集合発着、うん、まあもう京都までは来れるよねっていう方が多いので、ね、うん、ね、旅慣れた人も多くなってきましたから、そうそう、ちょうど連休の時期だったんで、4日3日4日ね、うん、こう京都に1回で、そのうちのここの時間帯はちょっとこれに行こうみたいな ね、うん、使っていただくといいかなと思ったら、本当に関東から長野とか福島とか、すごい全国からお越しいただいて、ね、私たちはこう関西のお客さんが来るのかなと思ったら、うん、意外結構遠くからお越しいただいて、それこそやっぱりこうスマートフォンだから、どこの人でも平等に情報を取れるから、見られるんですよね、平等に取れるから平等に行くと。またそんなところが吹っ込んできはりますね。そうなんです、ね、まあ、そんな感じでいろいろツアーをやってらしていただいてまして、はい、でちょっともうね、いろいろまだありますけども、ちょっとずつやっぱみんな行きたい欲が溜まってますよね。だいぶ皆さんね、だいぶ行きたい欲溜まってますよね、皆さん。そうですよね、行きたいですよ ね。今もうこうちょっとうつうつされてる方が多いんじゃないかと思いまして、いろいろとツアーをやっておりまして、ね、じゃん、これね、私聞いた時びっくりしましたよ。そうなんです。ゲーマイコさんと、そう、丸山公園にあるイコロさんというお店でですね、ゲーマイコさんのこう舞を見て、スイーツ、あったかい栗ぜんざいと抹茶アイスと食べて、なんと500円。なこれ500円、すごくないですか。はい、おかげさまで今4つ設定日に移していただいたんですが、残念ながら日曜日は埋まりましたんで、ちょっと追加設定を
これからあのちょっとさせていただこうと。じゃあそれはまた。またはい、あの今ちょっとあのまだ出せてないので、はい、あの大将と今相談して日にち決めてますんで。大将というんですね。はい、あの大将と相談して決め日にちを。京都だからそこは将軍とかでもない。天皇。あのイコロの大将と相談してまして、なるほど、あの、はい、イコロの大将ね、イコロの大将と相談して、はいはい、2月にちょっと追加設定できそうなんですけども、はいはい、まあ、平日はまだちょっとお席がまだ行けますので、で、はい、500円でしょ、500円これすごいでしょ、普通に祇園でね、あの栗ぜんざい食べたら500円で食べられない、はい、いやしますよ、もうついてますやんいう話でしょこれね、ぜんざいが、で、あの舞妓さんとか芸妓さんとかも、うん、結構そのこうよくしてくださって、ツアーでもね、北さんじゃないですよね私そこまではちょっとそこまでやりませんかそこまではちょっとそんなんはできないんですけど、実は北さんがこう出てきて、ね、人前するとか、そんな芸があればいいんです、これはもうちゃんとしたちゃんとした本物の芸妓さんで、芸妓さん、はい、この間ちょうど新春にあのツアー、うちのツアーもこのイコロさんでね、はい、それはお食事で行ったんですけども、うん、その時も結構芸舞妓さんサービスしてくださって、こうみんなと一緒に写真撮ったりとか、もう馴染みで、はい、お話ししたりとか、よくよくお客様のこともご理解いただいてね。そうそう、いやだって芸舞妓さんにお酌してもらいながらたらもうそうでしょ、本当はね、えらいことになりますけど、はい、クラブツーリズムさんのツアーだからいうことでね、はい、ということで、はい、500円でなんと芸舞妓さん、すごいね、500円ですもんね、はい、楽しく、はい、お写真撮ってちょっとお話もできて、ね、まあ、新春らしい華やかなイベントですからね、あったかい栗ぜんざい食べて、ね、まあ、本当八坂さんのすぐと、芋坊さんとかの並びのあそこのところですから、うん、すぐ丸山公園ですから、もう終わったら苗田そのまま八坂さんとか千代院さんとか、ね、お参りも、お参り行って、うん、っていう、もうそのまま市場に繰り出してアクセスも本当にいい場所ですからね、もうそのまま楽しく半日京都観光して ねできますよね、はい、帰れるいいところだと思いますんで、ぜひぜひぜひね、お申し込みいただいて、はい、しております、お写真も撮れますからね、一緒に撮れます、ね、各グループさんごとに写真撮ってくれはりますんで、私なんか芸妓さん舞妓さんと写真撮ると、はい、白と黒でえらいことになりますから、ね、えらいことになります、コントラストがより黒さが目立つという引き立ちます、はい、引き立ちますはい、そんな楽しいイベントをやっておりますので、ぜひ、ね、はい、ぜひ皆さん、はい、これは会員限定なのでぜひ会員登録していただいて、会員も今2ヶ月会員そう無料キャンペーンやってますので、とりあえずお試しに、ね、ちょっとこのイベントやってみたいしとか、ちょっと気になるツアーあるからってのはまずとりあえず2ヶ月、今月今ちょうどまだ1月始まったばっかりですから、今入れば2月いっぱい、はい、そうですね、2月3月なるまでは、はい、あれなんで、その若村さんの動画もいっぱい見られますし、見られますし、はい、他のもね、京都だけじゃなくて皆さんいろんな趣味をお持ちだと思うので、マラソンの担当の子とか、ね、本当にマジで毎日マラソン走ってるんですよすごい、でツイッターに今日は何キロ走りましたとかって上げて、本当に楽しみながら、ね、職員の皆さん、何の仕事する人でしたっけみたいになってますけどうちそういう人多いんで、やっぱそこがクラブ型のツーリズムですから、やっぱりこうね、趣味のそういう、ね、こういう人多いだろう、はい、なんかね、語り出したら止まらないけど、ね、多いですね、そうで、まあそんな感じでやってますので、ぜひ会員登録して、登録してからのお申し込みができるということですね、はい、これはまあお試しイベントなんですが、はい、じゃん、今度は赤村さんというツアー、そうだ、そうなんです、行きますね、はい、行きます、3月にやります、そう、初めてのツアーです、3月にね、2つツアーがありましてね、そうなんですよ、で、まあどっちもね、春のツアーということで、はい、3月4日前半の方は、北野天満宮の梅、やっぱりね、3月の上旬というと、はい、ね、北野天満宮の梅が大変綺麗ですから、はい、そうなんです、その梅を見に行くツアーとね、そうなんです、で下が随心院の梅と醍醐寺の桜ということ で、はい、そうなんです、3月下旬になりますと遅咲きの梅と早咲きの桜が両方楽しめますから、ね、その両方行きましょうというようなツアーになってましてね、楽しいですよ ね、はい、でこれ特にね、例えばこの3月の4日の方は今年虎年なので、はい、泣き虎、はい、法恩寺の特別公開とね、北野天満宮で梅を見て、そうなんですよ、ね、私北野天満宮にこれ今出川駅しごろ、はい、今出川から行けるんやと思って、そうそうそう、でも地図で見ると、あ、こんなとこもあんのっていうので、すごいルートをたどるのが意外とね、西陣の街中を歩くので、はいはい、どこ歩いても何かあります。そうなんですよね。なんか
おーっていうのがいっぱいあって、歴史がすごいですよね。やっぱりね、室町時代の、まあ、政治の中心でもあり、政治の中心ということはね、文化の中心なんですよ。だから、加納派とか、能楽の観世派とか、観世流とか、いろんなこうね、文化の史跡、石碑もたくさん残ってますので、その文化の一番中心がこの北野天満宮。そうですね。そう、亡き虎の方雲じゃん、京都検定出ました。出ましたね。出ましたね。出ましたね。だから京都検定の知識もこの辺りで学べますので。そうですね、あそこっていう感じで ね。はい、そんなあの、北野天満、梅園も行きますね。そうですね。梅園でも梅がね、ちょうど3月4日ぐらいはね、はい、早咲きになっても遅咲きになっても、どっち転んでも3月4日は満開。はい、っていうね、もう私が今からずっと祈ってますから、はい、そうです。なので、はい、あの素敵な梅ツアーで、はい、後半戦はの随心院とあの醍醐寺ですね。これはまたね、絶世の美女小野小町ゆかりのお寺さんで、はい、羽津の梅というね、ちょっとこう薄紅色の桜、はい、ね、梅が咲くんですよ。羽津踊りね、毎年4月あ3月の一番最終日曜日にあるんですけどね、その3月の中下旬に満開を迎えるのがこの随心院の羽津の梅なんですよ、うんうん、でそれと同時にもうお隣の醍醐寺では早咲きの白い二戸桜が満開を迎えますから、それあの中の方にあるんですよ、ね、中の方霊峰館というあの宝物館の方にある、ね、あの門前の方は普通の4月頃にね、ソメイヨシノはだいたい4月の1週目なんですけど、1週間ぐらい早くね白い二戸桜が満開を迎えますので、その梅と桜の共演というね、贅沢な、はい、何よりも私がご案内します、はい、何よりも若村さんが一緒にご案内してくれるっていうね、はい、もうきっとあのずっとお話してくださると思うので、どっちもちゃんといやっていうぐらい喋りますからねあのちゃんとガイディングレシーバーつけてますので、だからずっと喋る、あのガイディングレシーバーってねずっと喋れるんですよ嬉しそうですね。そうなんです、あの今まででしたらね、はい、その場所に行ってからそうですね、全部お話をしますよ ね、 みたいなね。だからちょっとこう皆さんにとっては長い説明になってしまうので、うん、歩いてる時に、うん、例えばその地域のこととかお寺の歴史あたりは喋って、うん、見えるものを現地で喋るっていうことができるので、バックグラウンドを道行きで話して現物は気持ちを盛り上げてさーっていうこの、ね、プロデュースのしやすさ、あのガイディングレシーバーはね、そうなんですね、うん、だ私は大好きなんですよ。そうなんですね、じゃあもうたっぷり聞こう、はい、たっぷり聞けますからねそうですね、もう何2時間3時間ずっとライブ聞ける素敵な感じになると思いますけど、もう本当あの私さっきようやくあのもう会社でチコ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 とあのこれホームページに上げてきましたので、はい、あのコース番号がねあの2つ載ってますけども、あの先ほど の、 あの舞妓さんもそうですけども、はい、あの全部クラブツーリズムパスの京都のページのところにまとめて全部載ってますので、はい、ぜひクラブツーリズムパスで調べて、あのいろいろあのありますけど、京都のところをクリックしていただくとこれも出てきますし、ね、さっきのあの舞妓さんも出てきますので、はい、ぜひそこからお申し込みを、ね、まずは2ヶ月無料ですからちょっと使ってもらって、ね、使ってもらってあの楽しいと思います、うん、結構ね動画もいっぱいありますし、そう、はい、であのライブ配信もいろいろねありますし、いろんなジャンルでされてますし、リーフ1冊買ったらねいくらするって考えると ね、 ね、もう雑誌1冊分より安いわけですからっていう感じなので、ね、雑誌多分2、3冊読んだらもっと取れちゃうっていう、そうそう取れますからね、感じで、それであれですよ、あのうっかりいいツアーと巡り合えたら、うっかりいいツアー と、ね、っかりと巡り合えたら、ね、運勢引引きっていうね、そうそうそう、それだけでお得でね、お得なので、はい、ぜひぜひうまくね皆さんも楽しんで使っていただけるといただくといいですね、はい、あのまだまあ本当あの10月に始まったばっかりなんで、ね、あのって思われることもあるかもしれないけど、私たちもあのこうもう毎日試行錯誤しながらあの本当あのね最初の頃本当にね収録も試行錯誤しながらやりましたよね。だんだん慣れてきてね、なんとなく分かってきて、ね、きてそうまくこうできるようになりましたけども。でもあの天龍寺さんにそれこそあの早朝6時とかに、うん、行きましたね。行ったんですけど、うん、あの有名なあの小川さんっていう総長さんが ね、 ねいらっしゃるんですけどに、あのえか嵐山はな京都のどこにあるって言われて、いや西ですねって言ったら、そうや西や、西はな京都で一番早い日が上がるよ、だから朝早起きたらええんやって言われて
おおってそうかというふうに、ね、東山から上がりますから、ね、西山が最初に照りますから、ね、言われてみればなるほどと思ってでそのうち の京都 のボスの所長がいるのが、はいはい、それに痛く感動しまして、うん、来年の春、うん、天竜で早朝拝観っていうですねあのツアーが出ますので、でもそうやってねこうスタッフの皆さんが感じたことが、はい、やっぱ一番いいと思うの で、 だから早朝やから、ね、そのこまだ一般のお客さんがいらっしゃらない、うん、しかも朝早く綺麗に日が当たって、すごい気持ちよかったですよ、ね、夏でもすごい清々しかったから、うん、春だと涼しかったですもんね、朝でもで春だと多分またね違ったこう清々しさがあると思うんで、うんね、そんな清々しい朝一の天龍寺に行くみたいなツアーが実現しましたので、まあ、そんな感じでいろいろやってますね、いろいろ今もう皆さんスタッフ皆さんがこう京都のいいものをまずは探し求めて、それを皆さんにどんどんとこのタイムリーに、そうですね、でそんなきっかけになった動画も素敵な動画になってますの ね、ぜひご覧いただきたいと思いますね。でこれっていうかこのツアー以外にも今ありますが、あ、そうだそうだ、そうですそうです、これがですね、なんかご覧いただいてる方は関東の方ですかね。そう、関東の方でしたらね、毎月第2土曜日に東京西新宿のねクラブツーリズムの本社の方で、はい、京都学の講演をしてますので、講座、ね、もやってらっしゃいますし、はい、京都のだけじゃなく東京のツアーも赤村さんやってらっしゃるので、この六波羅蜜寺店のそうなんです、これ東京で実施するツアーなんです、はい、これ上野ですよね、はい、はい、これ上側がそうですね、上野 の東京国立博物館で間もなくね3月に空也上人の特別展があるので、これに日暮里あたりから歩きましてね、はい、ちょうど寛永寺という天台市の大きなお寺がありますので、はい、そのお寺を参拝しつつ、ちょうどね寛永寺のお隣の墓地に実は渋沢栄一とで最後の将軍の徳川慶喜のお墓がありますから、そうなんです、ね、その2つをお参りするんです。これあそこは将軍家のお墓がありますもんね。そうなんですよ、それに行くんです、渋沢栄一もあるんですよ。で下の方がこれはね京都の方で現地集合、現地解散なんですけどね、はい、京都駅集合ですね、そう、安勝寺さんに行くというね、ちょっと特別ツアーをね4月に組んでいますので、なかなかちょうど桜も満開だと思いますので、疎水の桜綺麗ですから ねこの辺りもぜひ楽しんでいただくといいかなと思いますね。なんか若村さんのツアーこうやって見ると多いですねお世話になってます。うちのね森さんもね結構出てます。これがテーマのある旅というパンフレットでね、これ関西版なのかな、関西のテーマのある旅です ね大阪の方で企画しているもので、この中でもうこれもね定番で、そうですそうです、もう森さんずっとねやってくれてましてね、こちらの京都の一番下のところですね、通りの王子工事上がる下がるっていう、ね、はい、いうのがありましてね、でなんか今最新の情報によると、はい、第3回かな、はいはい、第3回が東の東院通り、あ、そうです、ね、今東の東院今月かなが1月、まだあお席あるようですよ、はいはい、歩いてもらってね、で第4回、うん、第4回が室町通りを歩く、うん、で第5回がここから西の東院、うん、第6回大宮通り、うん、第7回知恵の公院通りと、うん、すごいなかなかなディープな縦の通りをね、ああ、でこれ森さんもまたガイディングレシーバーで喋りまくるという喋りまくるという、はい、もうね森さんの定番なのでね、はい、上2人の先生は写真が入ってるんですがね、うん、私入ってないわって言ってましたもう皆さんに顔が、あ、でもホームページはバッチリ、バッチリ森さんの写真入ってますんで、はい、はい、もうね結構あれですね、横の通りもずっとやらはって、そうそう、今度は今縦の通りになってはるんですよね、はい、縦の通りでねいろいろ行ってますので、はい、またぜひぜひこちらのツアーも、はい、結構人気のツアーですので、はい、別にシリーズでもね1本だけこう、はい、気になる通りだけね、はい、ご参加いただいても大丈夫ですのでね、大丈夫ですので、はい、ぜひそういう形でまた ね、ま、とにかくいろんなですね京都の魅力をね、はい、発信するという今日の旅デザインセンター、そうなんですよ、うちそういう名前なんですよ、ね、でそこのスタッフの皆さんで今いろいろこうクラブツーリズムパスの中のコンテンツを揃えたり、はい、また皆さんにリアルな旅行の情報もですね、はい、今いろいろこう作ってということになりますのでね、いろいろまた、はい、またいろんな動画をまた作ったり、また ね暖かくなったらまた撮影行きましょう、はい、行きましょう、はい、今寒いんでちょっとなんか枯れてるんで、いろんなものがねで今回特別にそうなんですクラブツーリズムさんのこれオリジナルのこれ付箋、付箋すごいノート風になってましてね、
はい、たっぷり入ってるんで、たっぷり使います。ね、たっぷり使える、はい、私も会社で使っています。パンフレットにも貼りまくって、これ行こう、これ行こうってね、はい、もう旅の友届いたら、新聞届いたら、ペシペシ貼っていただくと、ね、貼ってこうた付箋と、オリジナル付箋と、はい、これが物差しと、スッと引き出すと、この辺が虫眼鏡になって大きく見える、ルーペになってるっていうね。旅言われるんですよ、あんたんとこの旅とも字小さいわって言われるんですよ。でこれでこうやって見れるんですね。そうなんですよ、すいませんね、うち語りたがりが多いんで、こう目いっぱいこう紙面にこう入るだけ文字入れとこうっていうね、担当者の思いが溢れてですね、もう書いて書いてもう削って削ってもこうこうもうぎっしりぎっしりなんで、文字がどうしても小さくなる。結構でもね、いつもこれをお届けいただくんですけどね、一番最初のね、はい、まあ旅友なんかだと読み物があるじゃないですか、はい、そうですね、コラムがね、コラムがあれが結構ねしっかりした文章で、ありがとうございます、あれ結構面白くてね読んだりするんですよ。旅の友の本誌はちゃんとコラムがあったりとか、ね、あと皆さんの旅行記、ね、そう関東特集が結構ありますから、同行取材記とかがあったりして、私もね何回かあそこで取材いただいて、そうなんですね、はい、掲載いただいたことあるんですけど、読み物としても楽しんでいただいてるみたいなんで ね、そうなんですよ。でも字が小さいって言われるんで思いが、ね、思いがもう語りたがりが本当に、ね、で字数が多くなるというね、はいはい、なんでぜひルーペ使って、ね、はいはい、読んでウェブだったらね、お手元の端末でいくらでも字を大きくできるんで、そうそうそう、ね、はい、自分に合った字の大きさで見ていただくと、はい、いいと思います。いいと思います。じゃあこれからも、もうたっぷりと一緒にですね、はい、クラブツーリズムさんとは京都の情報を発信していきたいと思いますので、はい、まずはこのクラブツーリズムパスからね、はい、皆さんちょっと試しに使っていただきまして、ぜひたくさんの動画をね楽しんでいただいたらと思います。お待ちしてます。はい、クラブツーリズムパスです。もういい時間になりましたので、まあエンドに行きたいかなと思います。そうなんですね。旅くじを引こうかと思ったんですが、はい、昨日もね引いてないんですよ。あ、そうなんですか。で今年まだ引いてないんですよ。あら、初くじは、はい、お預けですか。お預けになりました。お預けになりました、はい、お預けになりまして、もう明日以降にしようと思いますということで、明日はねまた月刊楽旅通信なので、あ、そうなんですね、うちの森さんと、ああ、またやらはるんですね、はい、コントが始まる、コントよく言われるんですけどコントじゃなくて、ちゃんとこう京都の情報を届けしてるんですよね、はい、まあそういうことでちょっと旅くじを引くのは土曜日がまたね東京に行くので、あらあら、公演ちょっとご来場できないからそうですね、日曜かな、月曜かなぐらいまでちょっと松の内にはすごい毎日配信はしてるんですけどね、旅くじを引くチャンスがまだないんですけども、はい、年始めの旅くじはいつ引くか、いく引くね、またお楽しみいただきたいと思います。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ということで最後はこちらになります、はい、きっともっと京都を好きになるが合言葉になりますので、はい、今日は北さんと一緒に、はい、いや、初めたくさんのねエネルギーを皆さんにお届けしたいと思います、はい、合言葉はきっともっと京都を好きになる、この好きになるというところ、皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、今日は2人で京都からたくさんの元気をお届けします。皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それではいきます、はい、きっともっと京都を好きになるということで、本日はクラブツーリズム今日の旅デザインセンターから北さんにお越しをいただきまして、はい、クラブツーリズムパスについてたくさんお届けしました今度はね海外旅行についてなんか聞きたいな、北極南極とかちょっとそういう海外旅行再開した時にね、あ、そうですね、今度クラブツーリズムとして海外へのお客さんを送る時にね、クラブツーリズムパス海外もありますね、ありますか、そこのちょっと PR で、そうなんですよ、こう海外 の、 生中継とかもやってますんで、ね、その辺の魅力をちょっとお話しできると、ね、またこの京都だけではなくて、ね、世界に話題が広がりますので、いいですね、楽しいライブ配信をお届けできそうかなと思います。お話しさせていただきます。ぜひまたご参加いただきたいと思いますはい、ありがとうございました。それではありがとうございました。皆さん本日もご視聴ありがとうございました。では私はポチッと消してきますんで、そのまま北さんの笑顔で終わりたいと思います